担当なのでペンギンに餌をあげたり、掃除をしたりペンギンの主な飼育をさせてもらってます。動物たちの健康が一番ですので健康に元気で、餌を食べて日頃生活してるのを見るとすごく私たちも頑張ろうってなります。毎日外なので夏とかは暑いですし今の時期冬はやっぱり寒いですのでやっぱりそういった作業面ではすごく大変なところはありますけどやっぱり私たちが大変な思いをして動物たちが幸せに過ごせるならもう頑張ろうっていう気持ちで大変ですがすごく楽しく仕事をさせてもらっています。私小さい頃から剣道をやっててですね元気で声でかくて結構、やんちゃまではいかないですけど元気な子だったと思います。人前で話すことが多いですので声の大きさっていうのはすごく役立ってるのかなとは思います。飼育員兼、ショーのショースタッフです。日頃は生き物の飼育業務ですね。餌をあげたり、様子を見たりとか、繁殖を行ったりとかしています。今から潜るところですね。その潜るための機材を準備しているところです。生き物と向き合ってる時間が一番楽しいです。昔から生き物が好きだったので生き物に携われる職業に就きたいなと思ってもうマリンワールドに就職することだけを考えて、専門学校に入学したのでここを目指して、勉強したり個人でもいろいろ生き物を観察しに行ったりしてました。大変な時はやっぱり体力仕事が多いのでその分その辺がやっぱり大変かなと思います。やりがいはたくさんありますね。自分が手をかけた分だけ生き物にはそれが現れるのでそれが一番やりがいだと思います。こんにちは。こんにちは。獣医師をしています。動物たち の検査とかですね検体を見ていました。きっかけは小学校の時ですね、すでに水族館の動物がすごく好きだったので水族館で働きたいなと思ってそこから獣医師になってマリンワールドに入社しました。普段やっぱりショーとかでお客様たちが見ている動物ってすごく元気だと思うんですけど、私たちと同じ動物ですので元気がない時はすごくやっぱりどうしてもあるんですね。その姿から元気な姿に戻してあげることができると、すごくやっててよかったなと感じますね。動物ですのでいつか、例えば寿命を全うして動物が死んでしまうこともあるんですけれども、そういえばどういうふうに最後を安らかに迎えることができるかというのを考えたりとか大変だなと思うこともありますけれども、逆にそこがやりがいに逆に感じる時もありますね。こんにちは。ここでの仕事はお客様へのチケットの販売を行っております。その他にもインフォメーションでのお客様のご案内やショップでの商品販売など様々仕事を行っています。もともとは解説員といってショーの解説をするお仕事をしていたんですけれども、ここに移動してきて働いています。お待ちくださいませ。お客
様が帰られる時に笑顔で楽しかったよと感想を伝えていただけると私も嬉しく楽しくなります。皆さんいろんなシーンでマリンワールド楽しみにお越しいただくかと思うんですけど、そんな中でこのショップでの仕事だったりチケットの販売など陰ながら皆さんのその思い出作りに力になれているのかなと思うとやりがいを感じます。1日のお客様の数が増えるとありがたいことではあるんですけど、その分やっぱりここでの対応とかショップでの対応が増えてって大変ではあるんですが、その分1日の達成感もあるので大変ですけど頑張れるところでもありますね。私はマリンワールドの中道で館長してます中村です。35年ぐらい前ですかね、まあ、私は、まあ、海に関わる仕事がしたかったものですからマリンワールド水族館に入社したという形です。まあ、小学校5年生6年生ぐらいかな、まあ、親にお願いして、まあ、今でいうそのマスクとかしのけるそんなのを買ってもらって、まあ、海水浴行った時に、まあ、海水浴じゃなくてなんか磯の方を見ているとか潜りながら見てるとかそんなことをしてた記憶がありますね。やはり私たち生き物を扱ってますから楽しい時ばかりじゃなくて嬉しい話ばかりじゃなくてやっぱり死を迎える時もありもそういうところで救えなかった命っていうのも随分ありますので、まあ、そういう時はやっぱり悲しい別れっていうのはありますね。生き物たちのことをよく知ろうと調査研究というのがあります。その知ったことをお客様に伝えるという意味でいろいろこう調べてるんですが、まあ、これがまた非常に面白いと。でなんだか自分が夢中になって今やってるという形ですね。